10月4日金曜日、朝4時47分です。昨日は台風接近でね、まあ四国は直接影響はなかったんですけど、まあ、台風から伸びる、あれ尻尾っていうんですかね、尾っぽっていうのかな、伸びる、まあ、前線の影響等で、まあ、かなり四国地方、特に徳島から高知の方だったと思うんです。かなり雨が降ったようです。まあ、香川は、ちょうどね、お昼食べに行ってた時なんで、12時過ぎぐらいに、かなり雨足強くなった時間帯があったんですが、特にね被害もなく、小1時間ほど雨が降って終わりました。台風の影響がまだ残っているのか、気温がねかなり高めで、湿度も今結構高くて蒸し暑いので、今朝はアイスコーヒーいただきます。まだねアイスコーヒーが冷蔵庫残ってんですよね。早く消化します。うまい。皆さん、 GoPro Hero 8予約注文しましたか？自分は発表後すぐに予約注文入れました。前々回の動画でもご紹介したと思うんですが、自分はこのね GoPro の公式のオンラインからの予約と、あと日本国内の販売店のヤフーショッピング内にあるショップからの2つ予約しました。まあ、なぜね2つ予約したかっていうのは、まあ、その時にもね話はしたんですけど、発売日が日本国内と、あとこれアメリカになるのかな、海外とでの発売日が違っていて、 GoPro の公式で購入するとかなり日本国内より10日ほど早くどうも到着するような感じだったので、とりあえず、まあ、早くゲットしたいということで公式の方からも予約入れています。 GoPro の公式からのねオーダーってちょっと怪しいところがあって、オーダーして、受注番号も出てるのに実際は予約できてなかったっていう、まあ、ことが過去にあったので、一応ね、公式の方にサポートセンターの方に連絡してちゃんとオーダーが通っているか、まあ、確認したんですが、今回はね無事、予約できていました。公式で購入するのと、あと日本国内の販売店で購入するので、違うのは発売日だけじゃなくて価格も変わってきます。公式で購入すると、まあ、消費税がかからないということで、5万800円になってますね。で、過去の経験から関税がかかったりだとか、あと何か別途税金が必要だったということはなかったので、今回もおそらくこの5万800円で購入できるかと思います。ちなみに日本国内で購入した場合はどうしても消費税がね必要になってくるので、税込みで5万5880円で販売されている販売店がほとんどですね。 まだね割引今のところないようです。まあ、クーポン等を使ってね少し安く購入できるということはあるかもしれませんが、まだ今のところね5万5880円でほぼ統一されているようです。ただですよ、日本国内で購入する場合はこの5万5880円なんですが、ヤフーショッピングの今これねサイトなんですが、ヤフーショッピング等のサイトで購入するとこのねポイント等がねつくんですよね。でこのポイント等がかなりくせもので、まあ、ショップによるとね、まあ、今これ一番上にこの上新ウェブ出てますが、自分の場合だと 19%、まあ、約ね 20% 近いポイントが、ポイントもらうことができます。あとね他見ててもまあ 10% 前後が多いですね。でカメラの北村さんも、ポイント約 20% 近くもらえるようです。ヤフーショッピングだけに限らず、楽天だとか、あとアマゾンはどうなんだろう、ポイントつくのかな。あとリアル店舗といった、まあ、ヤマダ電機だとか、あのそういった家電量販店ですね、でも購入すれば当然ねポイントつくと思います。でリアル店舗の方はね店員さんにこう相談すれば、まあ、値引きしてもらえたりだとか、あとポイント増量してもらえたりだとか、まあ、そういったね交渉もできるかと思いますので、もう一概にね公式で消費税なしで
購入するより安く買えるケースっていうのがねかなり多いかと思いますので、本当ねどこで買おうかのが一番いいのかっていうのは悩むところですね。最終的に GoPro2 個も必要ないので、今回どこで購入するかというと、自分はねこの公式の方をもうキャンセルして、カメラの北村さんで購入することにしました。で、まあ、なんでねこのカメラの北村さんで購入するか決めたかというと、まあ、まず、ポイントがね自分の場合はね 22% だったかな、 22% 獲得できるっていうことと、あと、まあ、故障はね今までしたことはないんですけど、実際 GoPro 等なんかね公式で購入して故障すると結構修理出すのがね手間だったりするんですね。で修理のことまで考えると、まあ、北村だとねもう近所に何店舗もあるので、もう修理依頼あのお店の方に直接持っていて出すことができるので、まあ、そういった、まあ、あの手間なことまで含めて考えると、まあ、国内の販売店で購入した方がいいなということで、今回はカメラの北村さんで購入することにしました。公式の発売より10日ほどね遅れますが、まあ10日ねちょっと痛いところですけど、まあそれでもね公式で購入するより、7000円近く安く買えるのかな。まああと、PayPay のポイントもかなり今所有していて、まあそれもねあの今回 Yahoo ショッピング上から購入すると消化できるので、まあ10日ね待つだけのメリットが、まあ、あるかな。追加のバッテリーをね購入したいなと思ってるんですけど、追加バッテリーどうなんだろうな。今までセブンの時まで使用していたバッテリーまだ手元にね何個か残してるんですけど、そのバッテリーも8では一応ね使えるみたいな情報もあるので、まあ、そのあたりをねまた実際届いてから検証しながら、今回8用に出た追加バッテリー購入しようかどうか考えようかと思います。まだね日本国内の販売店で売っているっていうか予約できるお店がないんですよね。まあ公式でね、まあ、買ってもいいんですけど、まあ今持ってるバッテリーがもし使えるんであれば必要ないので、まあ、やっぱりね、実際現物届いて確認してからね追加購入しようかと思います。今日金曜日はもう通常通り仕事して、で明日土曜日は、また朝から高松地区の、中学生の新人戦が競技場で行われます。まあ、八島の競技場で行われるんですが、また朝からね一日お手伝いの依頼来ているので一日頑張って行ってきます。で結構ハードスケジュールだったような気がするのはもう一回ちゃんと確認しておかなきゃダメなんですが、かなりね朝から夕方までいろいろねしなきゃダメな仕事が詰まっているようです。まあそんな感じで、今週末もね頑張っていきたいと思います。じゃあ本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。